こんにちは、モノモースです。今日はちょっとした国際問題について話をしましょう。それは、なんと、日本と中国の間で嫌がらせ電話、脳腫が起きているというニュースです。そう。まるで中学生のいたずら電話のような事態が、なんと国家間で起きているんですよ。詳しくは、中国のオコンヒ駐日大使は、東京電力福島第一原発の処理水海洋放出をめぐり、中国から日本国内への嫌がらせ電話が相次いでいることに関し、在日中国大使館にも最近、日本国内から大量の嫌がらせ電話が来ている、と主張したというもの。 これに対し、日本側は法に基づいた処置を求め官員や中国企業、中国人観光客の身の安全を保障するよう要請しているとのことさて、ここで私の意見をお述べさせていただきますがこれは一体何を示しているのでしょうかそれは国際間のコミュニケーションの難しさとそれを乗り越えるための努力が必要であるということです嫌がらせ電話というのは個々の感情が先走ってしまう結果でありそれは国家間の関係に影響を及ぼすことは避けるべきですしかし、これは決して中国だけの問題ではありません日本側も中国か からのお電話に対して適切な対応をする必要がありますそれは法に基づいた処置を求めるだけでなく中国側とのコミュニケーションを深め理解を促進することも含まれます最後に私たち一般市民にできることは何かというとそれは冷静さを保つことです感情的になって行動するのではなく理性的に考え適切な行動をとることが求められますそれはこのような国際問題を解決する一歩となるでしょうそれでは今日はこの辺りで次回もまた新たな話題でお会いしましょうモノモースでした